とうございます。本日の入場券をお決まりください。はい、ありがとうございます。おはようございます。今日は久しぶりにちょっとウェディングで釣りしようと思いまして、ポイントまで来ました。ウェディングなんてまあ短い方のグリップでやっていきます。ルアーはだいたいこんな感じ、少なって感じ朝練なんで短めの感じで。問題これね、ウェーダーがね僕のじゃないんですよ。なんかちょっと多分大きい気がしますこれ懐かしいの、こうウェーダーの時はね、こうね靴下でパンツを隠すと LL サイズ。長さはいいんだけどちょっと足のサイズですね。ウェーダーはどういったところでサイズ決めるかっていうと、足のサイズで決めた方が結構決まりやすいです。あ、切れね。予備のペンチ持っていてよかった。あ、ウェーダーやるときフローターとかもそうですけど、必ずフェルトを使ってください。ひっくり返ったときとか転んだときにこのベルトがあるだけで全然水の入りが変わってくるんで。あとは忘れちゃいけないのは、ね、ライフジャケット。いいね、ほらトンボがいっぱい。そんな流れ強くないですね。買っちゃってんの、スイス。真剣にやろう。メーバスがいないかな。おーい。メーバスがいないかな。おーい。マジか。トンボさよならしたぞ今。見た？これ今黒のがいいのかな。黒にしようかな。トンボさよならしたよマジで。ちょっと待って、これオレンジじゃないの。あのね、さっき綺麗だねなんて言ってたトンボがさよならしました。飛び食い一発押さえてきます。黒でガズル100。感じね。そんな甘くはないか。
障害、お、出た、おっしゃおっしゃ出たよ、マジか。え、そんな感じ、やった、やったぞ、よっしゃ。いきなりこれね、ガズル、いきなり釣れました。これね、ガズルの、100で、ちょうど今ね入ったところで、トンボ食ってたんで、同じ感じのこの黒のガズルに変えたら気が来ました。40アップやった。ほらこれね、このトンボさんです。トンボさんありがとう、嬉しいな。もう変えていいかなっていう感じですね。お、スパイダーマン、スパイダーマン、行く手を阻むスパイダーマン。獣の足跡、ちっちゃい命しかな、これ。マットラットとかオリジナルとかのレベルじゃなかったね、こんなだったね。それ釣れないって言われたらもうなんか泣きそうになってくる、この先どうしようみたいな。帰ろっか。帰った方がいい。あー、いるんだろうな、ここに。を引き上げていきます。お、こんにちは、どうでした、釣れます。いや、釣れてないですね。釣れてないですか。魚がちょろっといたりするんですけど。あ、そうなんですね。バイトとかありますか。わー、ないですね。あ、結構釣れてる感じなんですかね。若干なんか遠っぽいですね、うん、もうずっと下の方まで行った感じですか。そうですね、あの、はい、先、ちょっと先ぐらいまで。あ、そうですね、はい、先行っちゃっても大丈夫ですか。あ、全然どうぞ。あ、ありがとうございます。やっぱ今日はあの厳しいらしいんで、探検隊くらいのノリで今ね、3人目です。お、すいません。でも嬉しいな。あ、本当だ。置物みたいな感じ。釣れないですか。釣れないですね。マジですか。魚はいるんですけど、ダメですね。あ、そうですね。下行ったらボートの人と会っちゃって。あ、結構上まで入ってきますからね。すごいですね。こんな浅いとこまで来るんですね。すいません。あ、ありがとうございます。釣り場で、釣れてても決して自慢するな。トップウォーター。やっぱね、あの、釣れないです、言われたときに、あ、俺釣ったよとか言うとね、ちょっとね、引くから。いくら同じ趣味でもちょっと場の空気が悪くなっちゃうんで。やめましょう、そういうのは。そこでマウント取るとこじゃないか。心の中で釣れた、嬉しいくらいにしといてさ。いや、含み笑いとか絶対ダメです。そこで僕釣れましたけどって言ったらどういう空気になるか分かるじゃんっていう。大人になりましょう。ではこれから、霞大会の準備戻ります。はい、お疲れ様です。久しぶりの高滝湖楽しんできました。今日あの使ったタックルですね、こちらガンディニスティックの 5.2 フィート、ちょっとあの小場所だったんで通常の 5.6 から短い 5.2 選んでます。カラスが鳴いてる、タイミング悪いですね。
で、リールはトイマシンゼロ、これね、レトロゲームからお気に入りのリールです。で、あとはグリップはカメレオングリップでラバー、この組み合わせでやってます。ガンディングスティックなのでかなり幅広い形で、ルアーレンジやってます。最初マットラットから始まって、続いてこうガーズル100と、で、コンファイター、すごいですね、レンジが。まあ、今回釣れたのがこのガズルの100ブラックグリーンコーチ。これね、ちょうどあの釣り場の近くで黒いトンボがすごい飛んでて、で、目の前でバスにこうボーンってボイルされてたんですよ、トップウォーターで。もう水面系で、映像撮れてるといいんですけど、それで、あ、黒の細いのがいいんだなっていうことで、ちょっとガズルの100投げたら食ってくれたと。ちょっとまあ違うポイントですけどね。それが今日のハイライトですね。もうその先は、なんとあの、秘境だと思ってたところですね。まああんなこう、やぶの中漕いで行ったんですけど、先行者が3人。同時に入った人が1人。で、しまいには一番狙ってたポイントですね。一番奥にこう、たまりがあるんですよ。そこに行ったら、なんとレンタルボートが1人。いや、さすがメジャーリーグだなと思いました。まあ、それでもね、こう、朝練で5時半からやって、8時半くらいかな、まあ、3時間。で、1本トップウォーターで取れたらもう嬉しいということで、今日はこれで終わりたいと思います。と言いますのも、明日、霞ヶ浦大会なんで、この後ね、また準備して、大会用のこう、ルアーとかもあるんです。霞の釣れた人用のルアーとかギルレイカーも塗ったんで、それ組み立てに行きたいと思います。ぜひよかったらあのチャンネル登録、グッドボタン、あとは何かこう番組の感想ですね、コメントとかいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。